虎で、そうですね、まだ飛べと、まだ参るとなるか。さあ注目の先鋒戦、山口ルーク対するはボンチャンスタート、いってみましょう。お願いします。さあ絶好調山口に対してボンチャンはなんとアウェイでサガット、虎を選んだ。その通り、言葉は必要ない、プレーで見せてほしい、その連動、その強さ。なるほど、スキル、山口選手はやはりサプレッサー、近距離のタクの強さを生かしていく、それに対してモンチャン選手はトリガー2ですね、はい、アサルトを選んでいるというところとですね、サガット力なんですが、球の回転率がサガットに分があると思います、はい、なので、球を主体にした中距離の立ち回りであれば、サガットがイニシアチブを握れるんですが。おっと、素晴らしい。さあとんでもないシフト合戦になってからの、ここでもこれですね、山口しっかり、ただすぐに前に飛んで画面端を嫌ったのはボンちゃんのサガット。シフトを駆使したそのラインを上げられてしまって端にたどり着くのがサガットの負けパターンですよね、はい、密着はやはり防御は弱めではあるので、中距離でどれだけダメージが取れるか、ボンちゃんのサガットの。うまい、球の出際を捉えているが、シフトしっかりしてる、していた、そして大きなダメージに変えていった。ブレーカー、これはガードするが近い距離しっかり確認できている。ただボンちゃんに2ゲージ、山口に1ゲージ、ロックブレーカーまだ残ってますよ。そうですね、ボンちゃんトリガーは引ける状態だが、この最後のロックブレーカーが怖い、歩きづらいですね。突然飛んでくる、その球をかいくぐれるか、しっかりかいくぐった、歩いてくる。まずは山口。さあ七井さん、この一つのポイントとして、まあ、球を打てる距離になればボンちゃん優勢、はい、その距離より内側に入られるとやはり山口の距離かなという。そうですね、サガットも中間距離追い払う技、立ち中キックであったり立ち強パンチ、立ち上キックと、はい、豊富ではあるんですが、リターンの差がありますよね、運ばれてしまうと。さあルイクの技、一発当たるとこのようにかなり画面を大きく運ぶ、そして画面端が近づくと苦しくなるのがサガット。ここが正念場ですね。差し返しの形でラインを上げた。山口としてはこうなってしまえば時間を使うこともできてしまう。ただここはボンちゃんがうまくしのいでいるか。このラウンド差し返しの形でロックブレーカー、これで画面端になる。しっかりヒット確認して一気に体力は追い抜いた。さあペスター、これはガードするが当たっている。入れ替えてダメージよりも状況選択を優先。あーでもゲージ状況は苦しいですね。山口が前に出る、投げが入って、おー暴れているか、ただまだ足りない。一発小づくだけだが、その一発が遠いか。ボンちゃん削りもありますよ。山口は何を狙っているか。このフリータイマーがそろそろなくなる。いやーガードしたくない。ガードしすぎると削り圏内になってしまう。ここで EX 削り圏内、 EX からの投げにした。さあお見事。そうですね、一発 EX 使っていたので削り CA ではなく、はい、はい、有利を取れる EX のサンドブラストルート。いやいい判断でしたね、はい、CA での削りも見えている中で一度 EX サンドブラストルダウンを取ってしまえば、 V ゲージがないボンチャンサガットとしては8強パンチ EX サンドブラストの固めの強制というところを脱出できない。そこをしっかりとついていきましたね。そうですね、まあ、このタイムアップギリギリの攻防、今回のまあストリートファイターリーグでもかなりね見られるんですが、やっぱりそこでのゲージ運用選択というのが大事になってくる。山口いいその CA を見せながら最後はもう残り10秒というところで EX に切り替えた。そうですね、素晴らしい判断でしたね。あと一歩が届かないという場面がかなり見られましたね。そのサガットの小技からの火力が出しづらいというところがもろに響いたマッチでしたね。あとは山口選手の球の対処がうまかったですよね。シフトであったり歩きガードをして堅実に画面端に運んでいく、端に到達してしまえば、まあ、ルークの独断場になるので、まあ、途中中距離をうまく作ってボンちゃんがダメージを積み重ねていたとしても、まあ、中足一発のヒット確認が成功すると流れがぐいっと変わってしまうという非常に難しい組み合わせか。
さあインターバルを取ってサガットは続投。山口対ボンちゃん、山口がまずは先勝して 1-0 スタート。流れは悪くなかったですからね、はい、あと一歩というところまでたどり着いてありました。さあまた静かに打ち上がるか両者。しかしラインを押し上げていくのは山口の方か。このゲージがない序盤戦もね、一つポイントですよね。ノーゲージで橋はかなり、切り返しの EX ショットなんかも先ほどは決め手になっていましたから、いやでもしのいでますよ。そうですね、ボンちゃんといえばこの画面8でのしのぎ、未だに健在か。しかし相手は山口のルーク。いやー、チラシ発動して中フラッシュナックルからいいコンボになった。前飛び、さあもうこれ割り切っているかのような早めの前飛び、通れば全然リターンありますからね。そこでブリバーサルを使ったのはボンちゃんさんだと。しかし、あと足を振っていた山口には CA ゲージがある。初めてのジャンプだったか。ボンちゃんが足を出したところにしっかり噛み合っていた。これだけは通ったらまずいというものが通っちゃいましたね。さあこれでリーチは山口のルーク、2つ目の星に早くも手をかけた。いい飛びでしたよね。サガットとしても中距離を動かすために立ち中結構振らざるを得ないので、それまで散々踏み込みガードをしたり、まあ、踏み込むところに食らったりしてたので、はい、止まらなかったか。立ち中キック、そうですね、そうですね、中距離の要なので振らないわけにはいかない。さあ山口のプレッシャーがかかっている。いや、いいコンボ、またもや飛んでスタンチがあるぞ。危ないですよこれ。後ろ投げでまたもやガメ端、膝でスタン。山口ボンちゃんの奇襲をもろともせずトラ狩り成功。お見事、バッチリでしたね。いや、一つのね課題であるというふうなコメント。